岡ソフトバンクホークス対埼玉スここで打席には柳田が入ります。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ホークソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。バッターは柳田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ホークスビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。バッターボックスには内川が入っています。さあ追い上げのチャンスを迎えています。まあこういう展開ですから常に1点でもう1回しか引っ張った。サードライナー抑えてアウト。2アウトランナー。打順は1番に帰ります。バッター柳田。今日は盗塁が1つあります。野田、まずは先頭バッターを打ち取っています。よく見ましたね。はい、ボール先行です。3球目打ちました。フェンス直撃。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター柳田。ランナーを進めています。さあホークス同点のチャンスを迎えています。初球打っていった、抜けた。セカンドランナー帰れば同点。ライト前ヒット。さあソフトバンクホークスがなんと劇的なスタイル